というわけで本日は確実に筋肉が成長していた時にやっていたこと5選でございます。よし、今回はこれから筋トレを始めようかなという方、そして筋トレを最近始めましたよという方から、最近なんか筋肉成長していないな、またはちょっと停滞期だよなという方にはぜひ見ていただきたい動画になっております。なかなか筋肉というのは継続して成長させていくということが難しいです。その理由としては、自分だけのトレーニングパターンとか自分だけの食事のパターンになってしまって、筋肉に対する刺激とか栄養摂取方法とかマンネリ化してしまうということがあります。よって今回は筋トレ歴25年の私がですね、これをやってた時には筋肉バリバリ成長したなということの5選でございます。さあ今回もですね、こちらのスペースを有効に使いながら説明していきたいので、筋肉アップで移動しましょう。しかも今回出そうかな、筋肉アップスクリュー出しちゃいましょうか。これ初披露でございます。それではいきますよ、筋肉アップスクリュー、はい、というわけで筋肉アップスクリュー大成功でございます。さあまずは5選出していきたいと思います。ドン、はい、こちらでございますね。この5つを1つずつ説明させていただきたいと思います。まずは一番上からいきましょう。えい、朝食を食べるでございます。筋肉をしっかり成長させるためには、筋トレはもちろんですけども栄養摂取が大切ですよと。その中でも僕が一番大切と思うのは朝食でございます。なぜ朝食かと言いますと、やはり寝ている間というのは食事を取ったり栄養を取ったりすることができませんので、体の中に栄養や水分が枯渇した状態になります。そこで朝起きた時にしっかり栄養を取らないと、前の日から考えたら13、4時間ぐらいですか、栄養を取ってない状態が続きます。そういう時に何が起こるかと言いますと、体というのはですね、タンパク質という栄養素は非常に重要でございます。もちろん筋肉よりも内臓とか免疫機能とか体の細胞を作るとかホルモンを作るとか酵素を作るとか、生きる上ではそっちの方が非常に重要でございます。よって筋肉にしっかり蓄えられたタンパク質を分解してアミノ酸を作り出して体の重要な器官に送るということになります。ということは筋肉が分解してしまうと、そういうことになります。朝時間がないとか食欲がないということで食べれない方もいらっしゃると思います。そういう方はですね、プロテインドリンクだけでも飲んでますよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。僕もそういう時はありました。しかしやはりプロテインというのは栄養補助食品でございますので、僕の場合ですけれども、朝プロテインでごまかすというか、プロテインだけを摂取するような感じでは筋肉大きくなってるなっていうのにはなかなかつながりませんでした。よって朝ごはんはしっかりとバランスよく消化にいいものを摂るようにしております。私は6、7年ぐらいは食べてるんですけども、毎朝毎朝同じようなものを食べております。鶏の胸肉、オクラ、ブロッコリー、ゴーヤ、アスパラ、人参、トマト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 は一粒ずつをトマトと言いたい。いや、このポイントとしましてはですね、もちろんタンパク質も重要なんですけれども、ビタミン、ミネラル、そして食物繊維も十分にとって、さらにはですね、血糖値を急激に上げない消化に優しいものを食べております。朝からね、あまり重いものを食べるとですね、その昼食までにまた時間が空いてしまうということもありますので、私はそういうことを気をつけております。もちろん何も食べないよりはプロテインドリンクを飲んでますということは、これは非常に重要なんですけども、僕の場合はプロテインだけではなかなかそれを感じることができなかったということになっております。生活のリズムが夜型の方もいらっしゃいますので、そういう方は起きた時、起床後ということになります。多くの方には朝ですけれども、夜型の方には起床後というふうに思っていただけたらと思います。というわけで一つ目は朝食をしっかりとるでございます。続きまして二つ目は、えい、3、4時間に1回食事をとるでございます。こちらもね、先ほどの朝食の説明でもありましたけれども、長時間空腹時間を作ると筋肉というのは合成よりも分解の方に行ってしまいます。こまめに栄養を補給する、筋肉のことだけを考えると、タンパク質すなわちアミノ酸が血液中に常にある状態を作ってあげるというのが、筋肉がいつでも合成できるようになるということになります。筋トレでね、筋肉が大きくなるというよりは、筋トレはですね、筋肉繊維を傷つけますので、どちらかといったら合成よりも分解する行為なんですね。その分解されたことがきっかけになって、血液中の栄養素やアミノ酸によって筋肉繊維が合成されて、それを繰り返すことによってね、筋肉がちょっとずつ成長するということになりますので、筋肉を作る材料であるタンパク質すなわちアミノ酸が血液
中にないと合成することはできないということになりますね。例えば何か建物を建てますという時に人手はいっぱいあるけれども木材とかセメントとか鉄筋とかそういったものがないみたいな感じですね。どんなにね人がいっぱいいても材料がなければしっかりとした建物を建てることができないというふうに考えていただきたいと思います。ここでよく言われるのが3時間から4時間に1回食事を取るっていうのでそんなにたくさん量食べるんですかって言われますけれども、例えばバナナとプロテインとかおにぎりと納豆を食べたとかこういったちっちゃい軽食も一食に考えておりますので1日で食べる量は同じでもそれを分けてこまめに取っていくということになります。一気にドカーンと食べてもですね内臓に負担がかかるだけというのもありますし必要量以上取ってもそれが全て筋肉に、ね、なるというわけではございません。もちろん取りすぎたものは体脂肪にもなりますし体の外に排出されます。よって1日食べる量は同じでもそれを分けて食べるということですね。さらにで言うと食事の回数が増えますので消化にいいものもしくはしっかりよく噛んで食べることによって内臓にも負担かけずに消化吸収がスムーズにいってそれが筋肉になるということになりますのでその辺の注意も必要になってきます。というわけで2つ目は 3,4 時間に1回食事を取るでございました。それでは3つ目です。えい、ダブルスプリット法で行うでございます。ダブルスプリット法というのはですね筋トレの方法でございましてダブルスプリット2つに分けるということで1日1回で行ってたトレーニングを2つに分けるということですね。例えば今日は背中と上腕二頭筋のトレーニングをする日、普通だったらそのまま1時間半から2時間の間で終わらせてしまうんですけども、それをお昼過ぎに背中をやって夜に上腕二頭筋をやる、こういう感じですね。1日の中で分けて行うということですね。これを行っている時も私かなり筋肉が成長しました。しかしこれは普通のフルタイムでお仕事をされている方はなかなか難しいです。僕ができていた時もジムでアルバイトをしていましたので時間が結構自由に使えたりとかそういった期間でございました。ちなみに今もお笑いはアルバイトだよ。よってこれができる方というのはジムで働かれている方とかパーソナルトレーナーの方とかお家にジムやマシンがあるホームトレーニングの方とか結構限られてきますけれども、これをやっている時はかなり大きくなりました。筋トレを行うとですね体内でですねテストステロンとかタンパク質を同化するホルモンとかしっかり筋肉に栄養を取り込もうとかそういうことがね体の中で起こるんですけれども、それが1日2回行えるということになりますからそれだけ筋肉合成のチャンスも増えますし、分けて行うということは疲れなくですね、最後の最後までエネルギーがフレッシュなまま行えるということも言えますので、よりトレーニング集中して行えるというのと体の中で筋肉が合成に傾く時間が多くなるということになります。もちろんねトレーニングの強度が上がりますので栄養摂取についてはしっかり行っておかないとオーバートレーニングとかちょっと疲れが溜まりやすいとかそういったこともありますのでその辺は注意してみてください。さあというわけで3つ目はダブルスプリット法で行うでございました。それでは4つ目は力を出し切るでございます。これも筋トレについてなんですけれども、最近筋肉がなんか成長していないなとか停滞期に陥っているという時は改めて筋トレを考えますと最後の方まで追い込んでなかったなということになるんですよ。例えばもちろん追い込んでるとは思うんですけれども、改めてまだもっとギリギリまで出し切るまでやっているかというと意外とねやってないことが多いんですよ。それは自分のねトレーニングスタイルがありますので、自分一人でやっているとなかなか気づかない。トップのボディービルダーの選手の方のトレーニングを見たりとかそういった記事を読むことによって、あ、かなり追い込んでるなと、じゃあ自分もこれぐらいやってみようかなと思ってやってみたらまだまだできたなっていうことが言えることがねあると思うんですよ。筋トレの主な動きはね収縮と伸展でございますけれども、僕の中では収縮の時にしっかりと力を最後まで出し切る、これを意識しております。トレーニング1セット終わる最後の方というのはチーティングとか補助を借りて収縮のところを補助してもらいます。そしてゆっくり戻す動き、筋肉がね伸展していく動きでトレーニングを行っていくっていうパターンあると思うんですけども、僕はそこよりももうとにかく収縮どこまでできるんだっていうことでここでかなり粘ります。本当に粘って粘っても動かなくなったら下ろす、最後に本当に 1,2 回ぐらい、これぐらいの補助とかチーティングを使うっていうのを意識してやっております。収縮で力を出し切るというのを皆さんやってみてください。めちゃくちゃ強い刺激が入ります。収縮を粘ることによってより多くの筋肉繊維を動員させて、そこで多くの筋肉繊維を動員させながら進展させていく、でまたそれを積み重ねていく、こういう意識でやっております。トレーニングでなんとなくチーティングを結構多用しているなっていう方がいらっしゃいましたら、それで伸びてたら伸びてたでいいんですけれども、停滞期に陥ってるなっていう方はですね収縮の動作、ポジティブ動作で粘り強くやってみるというのをやってみてください。というわけで4つ目は力を出し切るでございました。さあ最後の5つ目はこちらです。えいっ、
大会に出るでございます。これはとにかくもう間違いなく細かいことなしに大会に出るとでかくなります。これはね、2つの考えがあると思うんですけども、1つは大会に出るということで目標を持つことができますんで、それに向けて頑張るというモチベーションがアップします。やはり人前に出てね、ポージングをするわけですから意識は変わっていきます。その変わった意識で筋トレや食事方法を取り込むことによって全然変わってきますよね。これが1つ。そしてもう1つは大会後です。大会後というのはめちゃくちゃでかくなります。大会に向けて減量しますよね。その減量期間というのはハードな筋トレは行うけれどもカロリーを制限しております。体の中では常に少ない栄養の中でやりくりしていかないといけないということになってるんですよ。よってちょっとでも入ってきた栄養をしっかり吸収しようと消化吸収能力も高くなりますし、その吸収した栄養をね、隅々までしっかり運ばないとということで毛細血管なんかもしっかり発達して無駄なくね栄養を運ぼうって、こういう風になるんですよ。そして大会が終わってね、十分に栄養を取るとちょっとでも入ってきた栄養をねとにかく届けようとしていたので、どん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 とね筋肉に栄養が行きます。この時期にはやはり筋肉がどんどん合成しているなっていうのが分かります。しかしこれも中途半端になんとなく減量した時よりも本当に絞りに絞ってきつい状況の中で筋トレを続けてきた、その期間もある程度の期間があって、その後にしっかりとした食事に戻すというのが一番効果があります。僕の中では筋肉のリバウンドと呼んでいます。ダイエット中のリバウンドといえばね、摂取カロリーを減らしすぎて一気に食べると一気に脂肪の方に取り込んでしまって体脂肪がリバウンドすると、これをね筋肉で起こすというふうにイメージしてみてください。よって条件としてはしっかりとタンパク質を中心に栄養素もギリギリでちゃんと取っていながら、全身バランスよくある程度ハードに筋トレをしないといけないという、こういったね難しい条件なんですけれども、これの後というのは本当に成長します。大会に挑戦するっていうのは非常にきついことなんですけれども、この後のね筋肉がどんどんでかくなっているなっていう感覚があるので、それも含めて大会挑戦だなというふうに思いますね。やはり辛いことを乗り越えた後というのはいいことが待ってるぞというような、そういったことにもつながりますね。はい、というわけで5つ目は大会に出るでございました。今回この5つをですね紹介させていただきました。筋肉アップで戻りましょう。ドン。さあ、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回は確実に筋肉が成長していた時にやっていたことを5選ということで紹介させていただきました。どんな方でも1年中ずっと筋肉がね合成し続けれるかって言ったら、それはできない時期ももちろんあります。よって皆さんも全てをね完璧にこなそうとせずに、何かこの5つの中で挑戦できそうだなということがありましたらね、やってみてください。必ず筋肉の成長につながる何か発見があると思います。さあ、というわけでね、共に一緒に筋トレにダイエットに頑張っていきましょう。そして最後になりましたけどもね、私のブランドパワーのアパレルの方はですね、 T シャツやタンクトップなどなどどんどんとですね新作発表していきますので、サイトの方チェックよろしくお願いします。さあ、それでは最後は一緒に締めましょう。いきますよ、せーの。